はい、ジャブファンタジーのファンタジー太郎とミソです。はい、今日は久々にですね、バースにお邪魔させていただいております。いや、本当に久しぶりです。久しぶりです。いらっしゃいです。ありがとうございます。まあ、あれからね、いろいろあったんですけど、ちょっと改めてブリンクの新メニューだったりとか。そうだね、あの時は結構、まあ、コロナまだがね、あの、落ち着いてない状態だったから、うん、どこかで紹介できるのに、うん、あれだったんですけど、改めてですね、また紹介できる範囲でよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ新メニューとして、まあ、まずカクテル3種類ぐらい増えたと。まあ、前来た時から増えたのが、はい、ライカーセントと、まあ、ハビットカゲロウがちょっと前、まあ、ハビットも新作、どっちが新作なんだけど、追ってすぐライカーセントとイルが出て、ただね、ちょっとメニューがね、まだちょっとできてないんだけど、この辺のハビット、ライカーセントとイル。そうだね。じゃあどっちを回して、はい、紹介したいと思います。はい、じゃあハビット、ライカーセント、イルお願いします。どん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 ね、出てくる。大変新曲が、うん、それに合わせるカクテルを作るのにいけないし。そうです。ただ漠然とじゃなくて、やっぱりさ、曲のイメージと、やっぱ曲のイメージの中に色もあれば味もあるわけでしょ。なかなかね、それはあるし、なかなか結構大変よ。そうですよね。使います。中には全然違うから、私のイメージの感じみたいな思われるな。あー、あるわ。そうなんです、イメージね。言う人はいないけどね、さすがに。いないけど、まあ、持ってる人多分いるんじゃないかな。僕は思うし。だって面白いよな、なんか、接触できたと思って、よくよくなんかメニュー見返してみたら、ほとんど一緒だねみたいな。確かに、曲増えていくとやっぱり、ね、酒もレパートリーもさ、絞られていくんだ。作った後にさ、前のメニューと一緒だと思うんですよ。あれみたいな、これあれとこれ同じです、全くみたいな。もう使ってたわ。しかも同じカクテルなのに名前が違うみたいな。前回は虹色の戦争と加瀬さんと、あとスターライトカレー。あ、スターカレーレインとかも。レインだっけ。いや、俺たちが忘れてる、うん、そのあたりを飲ませて、爽やかなやつを飲ませて。で、虹色の戦争ちょっとなんか難しいって、ね、あ、そうにしないといけないみたいなの覚えてますけど、今回プラスフードもね、ビンチョコご紹介していただきましょうか。金田名物カレーピラフ。もともとね、あのピラフにカレーをかけてもらっただけの話なんだけど、まあ、地元のオリオルっていう喫茶店があって、はい、そこがまあ中学生の時に働いてたんだけど、その時に先輩がそのピラフを頼んで、カレーをかけてくださいから始まりで、そこからもうみんなカレーピラフ、うん、うまくて、でもうそのお店がもうやめちゃって、コロナの後ですね、やめて、まあ、お店だったら建て直して、家として建て直して、もう絶対これは羽田からなくしちゃいけないっていう名物になったから、ぜひレシピ教えてくれって、塩みたいなプレゼントして、焼酎ここで実際作ってもらって、教えてもらってできたのがアースミンのカレー。へぇー、すごい、知ってるんですね。そうそうそう、ちゃんと継承したんです。すごい、まあ、北斗神拳。そういえばね、ないね、僕もあのアクリル板。確かに、わかりました。できました。それからまず、はい、ハビットですね。多分今一番一番注文されてる、はい、一番注文されてるんだけどね。紫の酒唯一なんで今のところ。綺麗ね、綺麗だね。これがライクアセント。ライクアセント黒い、あ、そう、紫ワインレッドかな、黒い、うん、とは言わないと思うよ。緊張するまさかこんなレベルじゃ緊張しないで、これが最後、もう一つ最新作イブです。イブ、あ、こっちは綺麗な赤い感じね、はい、確かにちょっと似てますね、うんうん、もうカクテルっぽいね、やっぱ綺麗で。やっぱカクテルって綺麗だとやっぱね、なんかテンション上がるよね。そうですね、テンション上がりますね。本当はね、出来たてっていうの、要は作りたてが一番綺麗だ。要はかき混ぜてほら、はい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 、味を作っちゃう前が見た目が一番綺麗、でもそれだとお客さん出してもさ、お客さんが綺麗にかき混ぜられないと、うんうん、味が固まっちゃう、うんうんうん、あ、これ味は何ベースなんですか、ハビットは。レッドベアっていうエナジードリンクをそのままお酒にしたような、めっちゃいいじゃん。僕は隣にじゃあ、ライカセントか、はい、いただきます。はい、これがちょっと待って、じゃあ、ハビット、はい、ハビットお願いします。
あ、でもブルーベリーみたいな。なんだろう、面白いかもしれない。あまり飲んだことないです、僕。作ったらいいけど。マジで。まあでもなんか、うん、ブルーベリーな感じがする。もし爽やか。酸味、なんて言うんだろう、酸味って感じでもないけど、まあ、エナジードリンク独特の味っていう味で、うん、そうですね。じゃ炭酸なんですね。うん、爽やかで美味しいです、とても。なんか先頭いただきたいと思います。シールの邪魔ばっかりしてます。シールも結構出たがりなんだ。オレンジっぽい。あ、そうです、オレンジっぽい系のお酒使ってます。あ、だからカシスオレンジとか好きな子は多分飲みやすい。あ、飲めるかもしれない。すごい飲みやすいですね、これ。うん、お酒多分あんまり得意じゃない子もスッと飲める。なるほどなるほど。うん、難しいよね、エナジードリンク系のお酒って初めて飲んだ。無人ですよね。一度ナンバーワンレディーシールと言いました。シールもね、美味しいって言ってますから。はい、これだ、イブ。これイブですかね。はい、これイブですよね。不安が。じゃあイブも。はい、はい、美味しい。美味しい。一番美味しいかも。お、お、あ、でもなんか多分これ飲んでないけど、なんか爽やかなんじゃない？これじゃあこの人のイブ。夏っぽい。なんとなく夏っぽい味がする。ああ、こっち甘いかもしれない。こっちの方が甘い。そうだよね。甘いよね。ああ、難しい味の表現。そう、この2つはちょっと近い味がするんですけど、うん、こっちの方が甘みがある感じがするかもしれないです。よりお酒があまり得意じゃない子も飲みやすい味かもしれない。ハビットもちょっといただきたい。俺的にはブルーベリーの感じなんだけど、ブルーベリーじゃないのかな。あ、ブルーベリーだ。これは結構炭酸が強いですね。炭酸強めのちょっと風味でブルーベリーみたいな感じがするね。うん、うん、なんで どれが一番好みですか。せーので言う。せーので、はい、せーの。じゃあ一番イブ、イブ推し、クラマーはイブ推しということで、はい、イブ推しですね。うん、美味しいよね、はい、これ、はい。まあ、全部違う味がするんですけど、うん、多分一番飲みやすいというか、お酒としては。そうだね。はい、今カクテルを作ってくれたのはね、このスタッフのまさきくんなんですけども。こんにちは。バースのまさき、アルバイトやってるまさきです。火曜日と土曜日と日曜日やってらしてもらっているんですけど、まあ、マスターには何、同じセカオファン目線での話でもできると思うので、ぜひ僕のいる日いらしてくれたら嬉しいです。まさきくん自身もセカオファンでね、 T シャツもプラプラの着てますし。そう。あとリクエストあればね、何でもセカオの曲が歌えるから。あ、全書します。じゃあちょっとまさきくんのツイッターとかも概要欄にしておきましょうか。そこからもね、予約とかもできると思うんで。あ、はい、当日とか急じゃなければ大丈夫だと思います。彼女はあかりって子がいます。ちゃんと言っとかないとね。そうですね、全部ね、こういうの出て垂れ流していく。俺が怒られたもん。確かにこれはもう気に入らないですね。そうそうそう、クラファンにくるくかもしれない。全方面に ね、 ね。じゃあまさきくんもね、いるんで、ぜひ皆さん、遊びに来てもらえればと思います。よろしくお願いします。ラブさんとかとウイスキー飲んでいいよみたいな。あ、そう、頼まれましたよね。ラブさん、ちょっとこれ見せてもらっていいですか。横の文字が消えちゃって、サプシもある。すごいすごい。サイン入ってますね。これここに来て置いてかれるんですか。そうだね。ここに来て、うちのファン来たら飲ましてあげて。ただうちのファン飲ましてあげてはいいんだけどさ、ほら限りない数だからさ。だからもう一回飲んだ人が怖い。なるほど。うん、一人一杯までメンバーからね。飲める人が飲ましてあげる。すごいですね、これも。おー、すなわちよ。なんか誰もロックで飲んだ人はいないから。なかなかね、ロックで行くっていうのはね、クラファンぐらいでしょ、ロックで行くって言ったら。クラファンぐらいだろうね。クラファンぐらいですよね、ミカさんね、ハルくん。ハルくん未成年ですからね。未成年だから。未成年の誰だからね。で、これ僕らも一杯いただけたりするんですか。はい、もちろん。あ、じゃあロックで2本取っていただいてもいいですか。どっちがどっち。ロック、いや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 、クラファンはロックでいける。すいません、外通りかな、ハイボールみたいなやつですね。いや、誰が どっちを。ちょ、ほら、ラブさんとサトシ。なるほど、ラブさん、ラブさんですか。ラブさんかな。じゃあ、お疲れさんからいきます。
羽田名物のカレーピラフです。おお、これがおお伝説のカレーピラフです。めっちゃうまそう。いただきたいと思います。これ本来はね、ひき肉な、ひき肉じゃなくて、あの牛の肩肉ロのあれを使うんだけど、煮込んで粘土みたいになって、それを分けるからさ、大変だからってことで、ひき肉に変えたんだよ、牛のね。いただきたいと思います。いただきます。これは美味しい。これは美味しい。いただきます、うん、これはどっちかというと羽田の味って感じだった。あー美味しいわ。これね、中学校の時から食べてるけど変わんないんだ味が。あー美味しいですね。あら美味しいね、うん、なんだ、なんか今一瞬ピリッと辛かったけど。あ、そうだね。何の辛さだ。ピリッとカレーの辛さ。カレーの辛さ。カレーの辛さ、うん、そうだね、スパイシーなカレー。うわすごい、これなんていうんだろうな、すごい家庭的な味ですね。うまいわ。夏といったらもうカレーだもん。昔の喫茶店っつったらさ、ナポリタンもケチャップで作るさ、うん、本当の家庭の料理みたいな感じばっかりだった。うん、そうですね。それをなくしちゃダメなんだよ。あ、これ美味しいわ。これお酒と一緒に飲んで食べたの最高ですね。でもこれが出せるのが決まってるんですよね。まあね、どうしてもね、あの状況によってやっぱうちらが大体一人で入るから、やっぱまあなんだろうな、カクテル注文の人ばっかりがやっぱいて、その中で作るのがねちょっと難しいかなみたいな。ちょっとタイミングが、まあ、一応メイン、まあ、土曜日は大体大丈夫、うん、土曜日の2人いるからね、スタッフが、うん、平日はまあ俺でも例えばお客さん全然いなくて、うん、でこれもほら結構大量に作って冷凍保存して出すような感じだから、うん、だからそうだね、お客さん少なくて手焼きだったら全然大丈夫かな。じゃあこれもしタイミングが合えばできたので、うん、ね、食べていただきたいと思います。春田名物カレーピラフ、うん、美味しい。最初の味がするぜ。あ、これですね。俺は行きますね。まあ、育ち盛りのところももうガンガン行っちゃいますもん、うん、これマジ最高っす。超美味しい。どうすか。うまいっすね。とっても美味しいです。今からいただいた酒を、はい、食べましょうか。はい。ありがとうございます。メンバーにいただきますし。あ、メンバーいただきます。メンバーいただきます。メンバーあ、見てくれてると信じて。ありがとうございます。いただきます。いただきます。ます。うん。やばいね。最高だね。休日って感じ。美味しいね。はい。なんだろう、これバースさんも結構来ても満席で入れないみたいなこともあるんですか。たまにあります、ね、あ、どあるとしても、でも土曜日昔は間違いなく土曜日だったんだけど、今は読めなくなってきてるんだよね。平日ではなんかファンの人がなんか、ね、九州から来ました、沖縄から来ましたとかわーってなっちゃうみたいになっちゃうし、うん、だからまあ今大体みんなさ連絡くれるんだよ、はい、今のファンの人たちってあれちゃんと丁寧にいついつ行こうと思ってるんですけど大丈夫ですかみたいな。だから今な、まあ、大体予約でもう電話番号載せてるから、うん、あの予約番号にバンバン連絡してもらえるから、ね、そういうこと。あ、本当ですか。そちらの方からあの来たいなと思ってる人は是非予約してもらえればと思います。はい、ということで、久々にバースにお邪魔させていただいて、はい、新メニューのドリンクとかフードを、いただきましたけども、まあ、ちょっとワルサさんといえばあれですね、しじみという曲を。ありがとうございます。どうですか反響は。まあ、あの結構まだねちょっと特殊なあれだから、カラオケでも歌える場所歌えない、あの歌えない場所とあるみたいだけど、うん、まあ、アースももうな全部切り替えて機械も入れ替えて歌えるようにしましたんで、おもうしばらくお待ちください。なんかね光回線もあるみたいな、そういうのもなんかいろいろあるみたいな、なかなか結構大変なんで、ね、機械入れ替えるだけじゃなくてすまなかったみたい。まあね、カラオケ配信できるだけすごいからな。そうなんですよね、うん、カラオケでも歌えるっていうことでもう大工事ですね。そう。まあそれがやれるってことでやりだした企画だからね、うん、そうですね、ようやく形になったというか。もう一点ちょっと告知というかお知らせがあると思うんですけども、はい、
いいですか。はい、その例のクラムシジミが、CD になって発売されます。すごいすごい。しかも最初はまあちょっと、まあ、様子見って言ったら変だけど、まあ、一応200枚だけね限定でやろうと思ってます。はい、1枚1000円で販売させていただきます。売り上げの一部はもちろん動物殺傷処分ゼロ運動の方に寄付もさせていただきますので、よかったら買ってね。お、すごい。これはどこで買えるんですか。鬼怒川温泉の花仙郷と、はい、今のところバーアースかな。はい、あ、まあ、この辺かな。じゃあこの2カ所に行けばこの CD が買えると。買える。ただ200枚最初ね限定、一応限定って感じなので、まあね、あ、欲しい方はぜひお店に行って花仙郷さんに行って買ってください。ワルサさんがいればね、サインしてくださいとかもね。確かに。別にサインしてくださいって言ったらサイン出してくださる。もちろんサインはプラス500円とかじゃないですか。マイナス100円だった。そうね。しかもね、カラオケでも歌えるってなったらここに来たら CD も買えるし、カラオケも歌えるし、歌ってもらえるしみたいな。頑張って歌っちゃいます。すごいですねこれは。ね、ちょっと思ったのが、はい、これ後のエピソ俺の中のエピソードなんだけど言っちゃっていい？ぜひ。あのね、やっぱほら一般の人っていうのは基本さ、カラオケっていうか、まあ、歌っていうのはさ、お酒飲んで歌うじゃない、はい、まあ、プロの人たちは当然ね仕事だからお酒なんか飲まないで歌うと思うんだけど、ね、この間とある蒲田の私の知り合いの店に、はい、まあないだろうと思ってやったら出てきちゃって、おじゃあ歌うしかないだろうって歌っちゃって、最後これ飲んでるとね声が違うね。なんか今まで歌った中でもリハの中でも、いや今日のしじみさん一番うまく歌えたんじゃないかなぐらい。じゃあレコーディングの時も飲んでからねやればいい。そうだね、軽飲みが必要だったから、ね、やっぱそこはほら一般人と、まあまあ、そもそも一般人レコーディングしないからね、うん、でもレコーディングはね本当いい経験させていただきました。あれは最高だよね。ああいうできないことをなんかやる企画はね最高だよね。ってことでね、次レコーディングあるときは、いや、あるとは言わないよ、ないとも言わないけど、あったら飲んでからやります。それも味があってまたいいかもしれないですね、うん、そうにも。やっぱね、一般の人は飲んで歌うじゃん、基本、うん、飲んで歌うってことは、やっぱもう、そういうあれができてるんですよ、リスクがきっと、うん、だから飲んで歌う。いや、すごい楽しみです、いいと思います。ね、レコーディングの動画もいい動画だったし、はい、ぜひまだ見てない人は見てほしいなと思います。はい、はい、ということで今日は久々にバースでお邪魔させていただいて、ドリンクとかフードの紹介とちょっとしじみの告知をさせていただきました。はい、はい、皆さんぜひ遊びに来てください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。